はいそれでは、お時間にもなくお時間になりましたのでインタロップ東京ショ o w n ノックチームメンバーの榎本の方から若手エンジニアが躍動次世代を担うボランティア集団とノック発掘プログラムということで具体的にはですね STM プログラムというものについて少しお話をさせていただければと思いますす短いいい間でけれどどもうぞよろししくお願たます。 まずこの小ネットについてですけれども最新鋭の技術及び機器を集め構築される近未来のネットワークとなっておりまして2年後、3年後に実用化されるような最新技術の相互接続であったりあるいはですね,ご,でしょうねご提供いただいた機器を使って実ネットワークを構築するという点においてはこの会場の各ブースのトラフィック 並びに、えー、フリー w i f i の、えー、トラフィックですね、えー、そういったものを、まあ、実際にですね、えー、インターネットに運ぶ、えー、生きたネットワークというところが、まあ、特徴かなというふうに思いますでもう今となっては世界最大規模のライブデモンストレーションになっておりまして、えーまあ、このショーネットにおいてですね世界であるとか、えー、国内において初めて、えーまあ、お披露目されるような あそんな製品も、えー、導入されております。で、えーまあ、このインタロップ東京ですね、えーまあ、この下のところちょっと先に読んでしまいますけれども、えー、I know it works because I saw at intrap ということで、えーまあ、インタロップで動いてるのを見たので、えー、それがちゃんとおーなんでしょう、ね、ワークする製品であることをお分かるよというところが、まあ、このおーショ o w n e の精神になっておりまして、えー、インタロップ東京おが唯一ですね、 えまあ他の国とかでもあのインタロップってやってるんですけれども唯一え開催当初のスプリットをまあ継承していますよということになりますでえまあこのショーネットですけれどもえーメーカー様であるとかキャリア様あ,あるいはえ研究機関等からえご提供いただいた機器であるとかテクノロジーによって構築をされているというものになります でこのですね誰がデザインをして構築をしているのかというところについてですけれども、3学館から集まったノックチームメンバーと、機器やサービスをご提供いただくコントリビューターの皆様、そして一般から公募するボランティア、STM と呼んでいるものになるんですけれども、この三位一体で構築しているものになるということになります。 で、まあ、ネットワークの規模としてはですね今回のこの小ネットで稼働している機材であるとかサービスは大体1500台ぐらいのものがこの仮メッセで稼働しているということになりますでノックチームメンバーであるとか STM コントリビューターべて合わせますと368名ほどがこのネットワークの構築であるとか運用に関わっていると。 また UTP の総延長ですと2 1キロ、光ファイバーですと、まあ、総延長5 5キロといったふうに、まあ、いろんな数字が並んでいますけれども、えーまあ、大変、えー、こういったデモンストレーションのネットワークという,う位置づけにおいては、えー、規模感においてです、ねまあ、他に類を見ないものになっているのかなというふうふに思いますで再経営になるんですけれども、えーまあ、先ほどお話しさせていただいた、えー、このロックチームそれからコントリビューター,あーまた STM と おいうい三位一体になってですね小ネットをまあ作っていくというところを先ほどもお話しさせていただきましたけれどもえこの私の説明ではですね一般公募によるボランティアスタッフである STM というものについてまあこの後詳しくご説明をしてまいろうかなというふうふに思っておりますまあちなみにこの三位一体によってまあ350名以上になってますというところなんですけれどもえまずこのノックチームメンバーですね えーまあ、このノックチンメンバーというのが、山、え、岳、ー、館から集まった、まあ、業界でもトップクラスの、えー、エンジニアであるとか研究者になっています、まあ、総勢30名になっておりまして、えー、10月に招集されてから、えー、じゃあ、今年のショーネット、どういうデザインにしようかとか、えーまあ、今、こういう新しい技術が出てきているねと。 いったところを元に、えーまあ、どういうコンセプトをもとに、えー、このショーネットデザインしていくかといったところを、えー、ディスカッションしながら、えーまあ、細かい設計に落とし込んでいくということになります、えー、STM ですねショ o w n チームメンバーというのは、えー、ショーネットの構築を、まあ、ノックチームメンバーの指導を受けながら一緒に行うボランティアのチームになっております でえーまあ、全国からです、ねえーまあ、たくさんのご応募いただいた中から、えー、33名の方が今年は参加をしてくれていますでホットステージから15名会期から18名が参加をしてくれているものになりまして、まあ、次世代のロクチームメンバーの発掘という位置づけになっております、えーまあ、STM 以外にも、ねえー、STMC という、まあ、あのコントリビューター企業の方々からご紹介、えー ご参加いただけるようなあプログラムもご用意しておりまして、えーまあ、そちらも含めると34名という形になるんですけれども、えー、ホットステージ組に関してはですねあの初期の構築から携わっていただくメンバーになっているんですけれども、えーまあ、こちらの方が断然人気のプログラムにはなっているんですけれども、まあ、倍率も非常にく、えー、厳しくてですね、まあ、約4倍程度になっております。でえーまあ、こちらについてはですね、えー 今年あの、やはり COVID-19 の影響もございまして、あえー、昨年ですね、COVID-19 の影響もございまして、えー、このショーネット、おあるいはインターロップ自体がまあちょっと開催できなかったというところもございますが、えーまあ、今年においてもですね、まあ、引き続きちょっと影響は大きかったのかなというふうに思っております。スケジュールなんですけれども、えー、昨年の10月からですね、この STM に関する説明会の申し込みを開始をしております。 で11月に、えーまあ、ライブ配信で説明会を行いまして、えー、その後、ですね、えーまあ、アンケート等を、えー、取らせていただいて、まあ、その書類をもとに、えー、ある程度の絞り込みというのを行っておりますで明けて今年の、まあ、年初にですね、えー、書類を通過された方々に対して、えーまあ、オンラインでの面接というところを行わせていただいておりますでその後に、まあ、1月の末にですね STM の選考結果を、まあ、お知らせすると。 えー、いったようなスケジュール間で今年は、えー、募集選考を行ってまいりましたで、えー、ま h o w ネットというこの場所の性質ですけれども、まあ、冒頭も申し上げたんですが、えー、最終ゴールとしてはですね、えー、出店者様に、えー、安定的なサービスを提供することを通じて、えー、このショーネットはもちろん、えー、インタロップ東京というイベントを、まあ、成功に導いていくというところになります ま、したがって、え、ただ単にですね、もう新しいもの何でもかんでも使って、え、とにかくチャレンジをすればいいんだということではなくて、え、この会場のネットワークをですね、同時に安定的に稼働させていかねばならないというミッションも同時に担っていますので、え、ま、その二つをですね、え、高度にバランスさせていくと、え、チャレンジングな要素と、 えーまあ、安定運用をしなければならないといった側面を、まあ、高度にバランスさせていくというところが、あのーまあ、最大の特徴かなというふうに思います。で、えーまあ、このショーネット、あるいはインタロップ東京ですね成功に導いていくことが、まあ、我々の絶対目標になってまして大体、えーいいね、この構築自体は1週間ぐらいで、まあ、今、あのー マッカリメッセのですね、ラックに並んでいる機材の、まあ、ラックマウントから、えー、設定、えー、あるいは、えー、その設定を行った後の動作確認の試験みたいなところを1週間で、まあ、あの基本的にはやりきっていくと、えー、いうことになります。 したがって、えーまあ、今、なかなかですねネットワークエンジニアあ、あるいはそのアプリケーションエンジニア、セキュリティエンジニアといったように、あのー、いろいろなですね分野にまたがって結構分業が進んでいると思うんですけれども、えーまあ、なかなかですねその限られた時間の中では、えー、ちょっと私はセキュリティの人なんでラックマウントできませんとか、えー、ネットワークの人なんで、えーまあ、なかなか L1 のことはちょっと難しいですとかっていうことを。 言ってられる余裕というのはなくて、えーまあ、自身の希望する作業に限らずですね、えー、レイヤー1からレイヤー7まで、えー、様々な作業を、えーまあ、行っていくということになります。で時にはですね、えーまあ、時間的なその制約の枠の中でやってますので、えーまあ、STM さんにまあお願いしたタスクであっても、えーまあ、ノックメンバーの方で、えー、じゃあちょっとこれは一回引き取りますよという形でまあ奪うようなこともございます。 でそういったでさ、ね、まざ、あ、まな作業を,を,を、まあ、あの担って、えー、いただくわけですけれど、えーまあ、これはラックマウントに始まって、ですね、えーまあ、配線作業であるとか、えーまあ、ケーブルの準備、あるいは、えー、このホールさんのですね一番、えー、奥に、えー、ショーネットサービスカウンターという、まあ、出店者様であったり、ラジオ社様からのお問い合わせを受けたまわるブースがあるんですけれども、えーまあ、そちらでですね、えー ま、ご不明な点のご質問であるとか、えー、ま、いろいろな問い合わせに対して対応していくという、まあ、いわゆるその窓口的な業務も担っていただいたりするというところになりますし、最後にはですね、このマッカリメッセに構築したこの小ネットを一旦すべて、えラックから、ラックから外してですね、撤収して、まあ、この現場をですね、 元のさらちに戻すといったところについても、まあ、お手伝いをしていただくということになります。そしてですね、他にもですね、その機器の設定作業であるとか、ネットワークテスターといった計測機器の設置設定作業、あるいは試験、また国際会議等においてはですね、カンファレンス会場において Wi-Fi ネットワークであるとか、講演者様がご利用される有線のネットワークというのを ご用意しておりますので、まあ、その構築作業に携わっていただくこともございます。で、えーまあ、ホットステージからご参加いただく場合はですね、2週間、会、え、期、ーえー、と言いまして、そのーまあ、この小ネット、ある程度出来上がった後にですね、会場にネットワークを広げていく、まあ、デプロイから参加いただく場合には1週間と。 おいうまあ、決して、えーまあ、普段のですねそのお仕事であるとか、えー、学校の研究とかされている中で、えー、その2週間であるとか1週間であるとかっていうところを、えー、時間確保していただくのは結構大変なことだとは思うんですけれども、えー、この S10 プログラムでできないことというところを、まあ、2つ挙げております。 1で一つは、ですね、えーまあ、なかなかちょっと研修のようにですね、手取り足取り、えー、このコマンドはこうやって打つんですとかこの装置はこうやってログインするんですとかあそういったことをですね、えー、丁寧に、えー、教えて差し上げる時間というのは残念ながらないというところになっています。 また、あ、いまして、えー、刻々とその状況が変化していく中で、えー、柔軟にです、ね、対応していく必要がございますので、ある程度、の IP の知識であるとか、レイヤー2の知識であるとかっていうのは、あのお持ちであるというところが前提にはなってまいります。でまた、初めて触る装置等であっても、自分自身で調べたり、まあ、周りにです、ねえー、聞いて、えーまあ、それをさらっとマスターするといったような能力も求められてまいります。 で先ほど申し上げましたように、えー、全体のですね、省ネット全体の進捗であるとか、このネットワークをまあ成功率に構築を終えるといったところが、市場命題になってますので、まあ、参加される方がです、ね、でまんべんなくすべての作業に携わっていただけるといったことはないかなというふうに思います。 で、ステンプログラムで経験できることとしてはですね、えー、こういった大規模のネットワークをゼロから作り、またゼロに戻していく、という経験、えー、だろうな、というふうに思います。まあ、先ほど申し上げましたように、えー、かなりですね、今業界の中でも分業等も進んでますので、えー、こういった、L1 から L7 までの、え一連の作業をですね、短期間で、まあ、あの、すべてまたがって行えると、 おいったところはあの普段なかなか経験できないところだなという,ふうにも思いますし、えー、このです、ね、ノックメンバーであるとかコントリビューター STM は三岳館からです、ね、非常にさまざまなあバックボーンを持った方々が参加されていますので、えーまあ、組織にとらわれない横の人と人とのつながりといったようなところもあの得ることができるかなという,ふうに思いますし タイムマネジメントをはじめとしたセルフマネジメントであるとかチームワークといったところについてもこのプログラムにご参加いただくことで間違いなく身につくところかなというふうに思いますでそういった STM に求められる能力としてですけれどもテクノロジーに関してはです、ね、そういったレイヤー1からレイヤー7まで全部について全部深く知っておく必要があるというわけでもないんですけれども 話を聞いてですね、まあ、ある程度それが理解できるような、え措、ー、置というのは、ま、必要、にはなります。えー、かなりですね、その専門用語、まあ、今年で言えば、セグメントルーティングであるとか、えー、Wi-Fi のネットワークであれば64、NAT64、えー、であったり、あるいはサーバーの、えー、ゾーンではですね、NVMe オーバーパブリックであるとか、専門用語がもう平気でどんどん飛び交いますし、えー 基本的に STM のメンバーある程度のスキルセットを持っているというふうに周りの人々からも見られていますのである程度の,そのベースラインのところはスキルとして持っておいていただく必要はあるのかなという,ふうに思いますまた主体性というところではです、ね、なかなかその受け身でずっとその言われたことを言われた通りにやるというだけでもこの現場ではちょっとなかなか厳しいところがありましてさまざ、あ、まな技術について自分からです、ね、情報を取りに行ったり また分からないことがあったときにそれを1人で考え込むのではなくてその場合には周りの人にどんどん聞いてですね問題を解決していけるような主体性というのが必要だなというふうに思いますそして最後に責任感になりますけれども先ほど申し上げましたようにカウンターでですねご来場のお客様であるとかブースのお客様からそういった問い合わせを受けることもありますので責任感といったところも必要かなというふうに思います でまあ、大体ですね、概要的なところはここまででご説明させていただいたんですけれども、えーまあ、どんな雰囲気なのかっていうところを、まあ、あの少し写真も交えて、えー、ご紹介させていただけたらなというふうに思います。まあ、こちらがホットステージの、えー、光景になりまして、まあ、まさにですね、全くのさらちの状態から、えー、ラックを立てていくところから作業が始まってまいります。また今年はですね、こういったコロナ禍の影響もございましたので、えーまあ、このお左,端、えー、左端ですかね、 これ WebEX の画面になりますけれどもテレカンファレンスなども大いに活用しながらこの現場に来られない方々とも連携をして作業を進めてまいりましたでまたこのホットステージではですねそういった物理的な作業が終わった後に一通りのキザについてコンフィギュレーションを行いさらにそれが正常に動いているのかといったような正常性の確認試験等も行ってまいります でデプロイにおいてはです、ねえー、今、ラックに並んでいる機材、どれもケーブルきれいに生鮮されていると思うんですけれども、まれ、あ、わケーブルコスメというふうに呼んでいますが、まあ、そのケーブルの生鮮を行ったり、えー、あるいは、えー、会場にです、ね、付設されたあ回線、えー、一つ一つをすべ、えー、て正常性確認を行って、最終的にご提供に、えー、臨むとい、えー、ったような、あまあ、最後の工程の部分も、えー、STM のメンバーに担、えー、っていただいております。 でまあ、本番中はですね、えーまあ、こういったスタジオで公、まあ、演があるほかに、えー、今年イベントインというものを使って、えー、なるほどタイムというものを設けておりますので、えーまあ、その動画配信の補助であるとか、まあ、先ほど申し上げましたように、えー、サービスカウンターでの対応並びに、えー、ショーネットツアーの補助といった、まあ、イベント運営に関わるような部分を担っていただいております。 そして最後に撤収なんですけれども、本日のイベントが終わりますと、このインタロップ東京の会期としては終了ということになりますから、すべての機材をシャットダウンして、ケーブルをアンパッチ、抜きまして、そのケーブルも全部まくし、その機材についてもですね、全部梱包して、お借り受けをした組織の方々にお返しをすると、いったようなところを経験をしていただくことになります。 ま,あこれはあのまだ撤収しておりませんので一昨年の写真になりますでノックメンバー,あーの、まああのー、年齢の中央値としてはですね、えー、37歳ぐらいになっているんですけれども、えー、まあ大体29名いる中でですね17名ほどが STM で一度経験を積んで、えー、そこで認められて、えー、まあノックにまああの選ばれるというようなコースがまあ結構多いですね。 まあ私自身も2010年から2013年にかけて4回ほど STM を経験した後に2014年からノックにお声掛けをいただいたというところになりますでまだまだですねこのノックチームもさらなる人材の確保と若返りが必要だと思っておりますので、まあ、さらにですねこの STM の中から次世代のノックを発掘していくというところについては我々も取り組んでまいりたいなというふうふに思っております はい、で最後にですね、えーまあ、まとめというところになるんですけれども、えー、明確にですね、えー、何々研修といったように、えー、何かその明確なスキルセットがあこの、えー、STEM プログラムを通じて身につくというものではないんですけれども、えー、非常に短い期間でですねその技術面のスキルであるとかコミュニケーションのスキル またマネジメントスキルなどを,を、まあ、あの発揮しないとちょっとなかなかやっていけない現場でもあるので、えーまあ、そういったところが身についたり、えー、あるいはですね、まあ、書いてはいないんですけれども自分のスキルセットの中で、えー、ここはちょっとやっぱりこの期間、えー、過ごしてみて足らないなというところを、まあ、気付く場としては非常に有用なのかなという,ふうに思います。 といったところで、えー、来年もですね、えー、冬、まあ、12月ぐらいから1月にかけて、えー、STM の募集を、えー、インタロップの公式サイトの方に掲載してまいりたいというふうに思っておりますので、ぜ、え、ひ、ー、我こそは、と思われる方であったり、えー、企業様、あるいは、大学等の研究機関におかれまして、まあ、この若手をぜひ、送り込んでみたいという方がいらっしゃいましたら、えー、ご応募いただけたら嬉しいなというふうに思います。 それでは本日の、えーまあ、私の説明は一旦これで終了となるのですが、えー、このあとまたイベントインでも、えー、ポストトークといいまして、まあ、ご質問等を承れるような、えー、時間というのを作ってまいりたいという,ふうに思いますので少しちょっと時間が空くと思いますけれどもあのイベントイン、えー、参加登録されている方はぜひ、えー、ジョインいただけたらなというふうに思います、えー、本日のご説明は、えー、ノックチュームメンバーの榎本の方からさせていただきましたどうもありがとうございました